皆さんこんにちは。さまざまな方が活躍する芸能界、その中には実は純日本人ではなく日本に帰化された方も存在します。今回はそんな日本に帰化された方などを調べましたのでご紹介します。伊集院静香。まず1人目は伊集院静香さんです。1981年にサツキでデビューし、それ以降吉川英治文学新人賞、直木35賞、紫綬褒章など数多くの受賞歴を持つ伊集院静香さんですが、実は日本に帰化した韓国人です。伊集院静香さんの父親、母親は韓国人で、父親は韓国慶尚南道出身であることが分かっています。父親は13歳の時に日本に渡り、日本で出会った韓国人女性と結婚して伊集院静香さんを産んでいます。父親に関しては伊集院静香さんが自身の父親を主人公として書いた「お父やんとおじさん」で人となりを知ることができます。韓国の貧しい農家に生まれ、日本で海鮮問屋の仕事に就いたことが書かれていました。同じく幼い頃に韓国から家族と日本に渡ってきた母親は、結婚後幼い伊集院静香さんに日本の歌や文学に触れさせ、与謝野晶子や吉田松陰の作品を読み聞かせていたといいます。伊集院静香さん自身は幼い頃は絵を描くことが好きで、本はほとんど読まなかったそうですが、こうした母親の影響もあって文学に興味を持つようになったのかもしれません。伊集院静香さんの家族構成は2男4女の6人兄弟です。中でも姉の一人はファッションの世界で活躍する西山英子さんであることが知られています。西山英子さんは西山英子ファッションオフィスを設立したファッションコーディネーター、ファッションジャーナリストです。伊集院静香さんと同じく在日韓国人2世として生まれた後に帰化し、文化服装学院デザイン科、早稲田大学第二文学部、大宮法科大学院大学を卒業しました。松屋銀座本店で13年間デパート勤務を経験した後、西山英子ファッションオフィスを設立してファッション業界で活躍しています。そして次は伊集院静香さんの名前についてご紹介します。伊集院静香さんには4つの名前があります。世間に広く知られているのは作家業でのペンネームとして知られる伊集院静香、そして作詞家としての名義である伊達あゆみです。本名は西山忠希ですが、これは在日韓国人2世として生まれた彼が帰化した時の戸籍名となった日本名で、生まれた時の本名は韓国名のチョチュンネでした。ちなみに作家としてのペンネーム伊集院静香は、もともとは広告代理店に入社する女性コピーライターにつけられる予定で、本人は本名で仕事をするつもりでいたようです。しかし当時の社長が本名で仕事をさせないという方針で、スポンサーへのプレゼン時にこれでやってくださいと渡された名刺に書かれていた伊集院静香を使い続けているそうです。前田明、格闘王の異名を持つ、新日本プロレス UWF などで活躍したプロレスラーである前田明さんも日本に帰化した韓国人です。前田明さんの父方の祖父は朝鮮半島の高校の教頭で、母方の祖父は朝鮮時代の最後の近衛兵だったそうです。日本人講師や軍人らが朝鮮の敏妃を暗殺した際に、祖父が敵討ちに行くと言い来日したのだといいます。明という名前は母方の祖父がつけてくれたそうで、これは朝鮮半島の文化としては珍しいことでした。前田明さんは帰化した在日韓国人でしたが、前述したような経緯もあり、生まれも育ちも日本で、韓国の言葉も話せません。そして両親は前田明さんが小学6年生あたりから別居し始め、それから約3年後の中学2年生の時正式に離婚。離婚する時に前田明さんは母親についていこうとしましたが、前田明さんがついてこないことを知った父親が涙を流しながら寂しそうにしている姿を見て、母親に反対されながらも父親についていきました。その後父親は2ヶ月に1度ほどしか家に帰らず、貧しい暮らしを強いられました。中学校を卒業時に自衛官かタンカーの船員になりたかったと語っていますが、
応募資格として日本国籍を持っている必要があり、どちらも諦めてしまったそうです。そんな父親は、前田明さんが新日本プロレスに入ると言っても、何を寝ぼけたこと言ってんねん、お前が入れるわけないやろと言い、全く信用しなかったそうで、入門してお盆に実家に帰った際にアントニオ猪木さんからもらったグッチやルイ・ヴィトン、エルメスなどのブランド物を身につけていきましたが、父親はヤクザの世界に入ったと勘違いし落胆したそうです。前田明さんには、入門してから約10年後に父親が韓国から引き取ってきた腹違いの弟がいます。この弟は韓国で暮らしていたため日本語が話せず、前田明さんとはあまり話しませんでしたが、前田明さんは父親が前田明さんに気を使って、こいつは中卒で働かせると言ったことに対して、そんなのダメだ、やることやってあげないと将来何も言えなくなると言い、入学金に何百万というお金を払い、近畿大学附属高校の情報処理コースに入学させ、毎月仕送りをしていました。岩木浩一さんは、舘ひろしさんらが在籍していたバイクチームクールスにて副団長を務め、矢沢永吉さんがリーダーを務めていたキャロルの親衛隊としても有名な俳優、歌手です。そんな岩木浩一さんも帰化している在日韓国人です。岩木浩一さんの本名はイ・ヨニルさんです。帰化したことにより現在の本名は岩木浩一だと噂されています。ただ現在の本名は岩木浩一さん自身が公表しているわけではないため、あくまで噂止まりの情報です。岩木浩一さんの父親、岩木元道さんは鉄工場の社長で非常に怖かったそうです。岩木浩一さんの父親、岩木元道さんは戦前か戦後に韓国から渡ってきた在日韓国人だと言われています。もしかしたら廃品回収業から成功して鉄工場経営者になったのかもしれません。父親以外の家族の母親、4人兄弟の姉、弟、妹は一般人で、情報がほぼ出ていません。岩木浩一さんの家庭は絶対的な亭主関白で、岩木元道さんを中心に回っていたといいます。差別の根強い日本において、在日韓国人、朝鮮人の芸能人にとって在日であることは事務所から伏せるように言われやすいですが、岩木浩一さんは芸能界デビュー当時からカミングアウトしていました。岩木浩一さんはデビューする前のクールス時代から在日だと公言しており、クールスから芸能界入りするときに事務所や映画会社にも言っています。1979年にペップ出版から出版した岩木浩一さんの著書の旅人の歌でも、第7章の家族と国籍で話してます。矢沢永吉さんのロックバンドキャロルの親衛隊で知られたバイクチームクールス時代のメンバーだったジョニー大倉さんも在日韓国人であり、岩木浩一さんらは当時マスコミや雑誌のインタビューで、俺たち2人は在日だよ、だからなんだってんだ、同じ人間じゃねえか、なめんなよと答えていたようです。岩木浩一さんの世代は現在よりももっと在日韓国人、朝鮮人への差別がひどかったため、幼少期からいわれのない差別やいじめを受けて育ったのかもしれません。在日韓国人出身で劣悪な環境で育ったことから、学生時代にヤンキーになり芸能界で成功した芸能人は多いですが、岩木浩一さんもそうした生い立ちだったようです。錦野明、スター錦野の愛称で知られる歌手俳優の錦野明さん、そんな錦野明さんも日本に帰化した在日韓国人でした。錦野明さんは韓国籍から日本に帰化していますが、母親が在日韓国人、父親は日本人だといいます。錦野明さんの家族構成は父親、母親、弟、妹の5人家族です。父親が社交ダンスの講師だったこともあり、錦野明さん自身も中学時代に父親から社交ダンスを習ったといいます。その父親が大層モテたようで、宝塚歌劇団の生徒からファンレターをもらうほどだったというエピソードが残されています。1961年に家族と共に韓国籍から日本に帰化した錦野明さんですが、前述したように父親は日本人だと公表されています。父
親が日本国籍であれば子供も日本国籍になるのではないかという意見が多く見られますが、そこには複雑な事情があったのではないかと推測されています。その説というのが、錦野旦さんは日本人の父親と韓国人の母親の間に非着室子として生まれたというものです。この場合、錦野旦さんは日本国籍にはなりません。つまり戸籍上は私生児で母子家庭で育った可能性があります。ただ中学時代には社交ダンスの講師である父親からダンスを習ったとあるので、親子関係は悪くはなかったのではないでしょうか。家族の情報はあまり残されていないため、どのような家庭環境で育ったかは推測の域を出ませんが、この推測の通りなのであれば、錦野旦さんの家族は最初は父親以外は韓国籍だったということになります。錦野旦さんは男性アイドル歌手として絶大な人気を誇っていた1972年、週刊誌を通じて帰化していることを公表しました。錦野旦さんが韓国籍に帰化したのは1961年で、家族揃って日本国籍を取得したといいます。現在は帰化しているため日本人で、日本名の本名も錦野旦ですが、韓国名はキム・ミョンシクです。もともとは韓国籍だった錦野旦さんですが、生まれも育ちも日本で日本語しか話せません。また韓国籍だったことを公表した理由について、なぜ隠すのかよくわからない、隠す必要もないしわざわざ言うこともない、普通に取ってくれればいいと語り、自然な形で公表することを選びました。錦野旦さんは韓国で暮らしたことはないものの、2013年8月15日には韓国が日本の植民地支配から解放されたことを祝う光復節の第68周年記念式典に出席し、ステージで歌を歌っています。日本に生まれ育ち日本で暮らしてきた錦野旦さんですが、ルーツである韓国のことも大切にしているようです。松坂慶子、ドラマ男はつらいよ、蒲田行進曲などへの出演で知られ、歌手としても活躍してきた大御所女優の松坂慶子さん。そんな松坂慶子さんも日本に帰化した韓国人でした。松坂慶子さんの父親秀明さんは1938年の第二次世界大戦直前に日本に仕事を求めて兵庫県姫路市に渡り住み、仕事場で松坂慶子さんの母親常子さんと出会い同棲をするようになりました。松坂慶子さんの父親秀明さんは単身で韓国で渡ってきたこと、母親常子さんは幼少期に人身売買で売られて身寄りがなかったため、孤独な身の上同士惹かれるところがあったのかもしれません。そして第二次世界大戦終戦後に2人は神奈川県藤沢市に移り住み、秀明さんはリヤカーを使った行商をしていたようですが、じきにいくつものビジネスを立ち上げて成功をつかみます。松坂慶子さんは1952年に生まれましたが、早産で未熟児だったことから体が弱く、誤って古い牛乳を飲んだ時には死にかけたこともあったそうです。それでも裕福な家庭で育った松坂慶子さんは、両親のイングリッド・バーグマンのような美しい女性に育ってほしいという願いから、ピアノやバレエ、美空ひばりさんなどの曲を手掛けた昭和を代表する歌謡作曲家古賀政男さんの歌謡レッスンも受けていました。また松坂慶子さんは久留米児童合唱団にも入っていたようです。常子さんはもともと日本人でしたが、戸籍がなく藤沢市に転居した際に実在しない韓国人の戸籍を借りて清水という姓で戸籍を作っており、これによって戸籍上は日本人ではなく韓国人となっています。そして秀明さんも日本名を名乗っていましたが、国籍は韓国のままだったため、つまり松坂慶子さんも韓国籍でした。その後知人の力を借りて法務省と交渉した結果、1964年に常子さんの戸籍が回復。この時に両親は松坂慶子さんの将来を考え、母の非着室子として母の戸籍に入れたことにより日本国籍となっています。宮古晴美、晴美節といわれる独特の歌唱法で、あんこ椿は春の恋、好きになった人、
北の宿からなどのヒット曲をリリースし、国民的演歌歌手として活躍してきた都はるみさん。そんな都はるみさんも在日韓国人でした。都はるみさんは父親が韓国人、母親が日本人のハーフであり、自身がハーフであることについては1969年11月に発売された週刊誌週刊平凡で母親がカミングアウトしました。都はるみさんの父親は韓国籍で、京都で西陣織の旗屋を営んでおり、都はるみさんはその在日韓国人の父と日本人の母の間に生まれたそうです。母親は朝鮮人と結婚したため、若い時からひどい差別と蔑視を受けてきた。世間を見返すためにどうしても娘を人気歌手に育てねばと語っていました。この記事はかなり大きな反響を呼び、このまま発言を続けると歌手としての娘のキャリアが断たれてしまうと判断した母親は、それ以降取材をすべて断っています。また都はるみさん本人も同じことを感じたのか、そのことについてはほとんど話していません。この母親のカミングアウトから約7年後の1976年に、都はるみさんは自身のヒット曲となる北の宿からをリリースし、レコード大賞を受賞したものの、世間からは在日韓国人のような卑しい羊の人間に与えていいのかとメディアなどで批判が上がったそうです。そのため都はるみさんはこのレコード大賞の受賞を辞退することも考えるほど悩んでいたといいます。都はるみさんは前述のように若い頃に浪曲師を目指していて、芸能に長けていた母親から歌を習い歌手になっています。都はるみさんの家族のエピソードには父親の情報があまりないことから、都はるみさんの母親は離婚し女手一つで育て上げたのではとも言われています。都はるみさんは5人兄弟の長女であり、下に3人の妹と1人の弟がいます。その中の妹の1人も野川明美の芸名で歌手デビューしているものの、ヒット曲に恵まれずに引退しています。木下ほうか、京都殺人案内、昼顔、岸和田少年グレン隊などの作品や、バラエティ番組スカットジャパンの VTR などにも出演していた人気俳優木下ほうかさん。そんな木下ほうかさんには韓国人で日本に帰化したのではないかという噂があります。木下ほうかさんの両親は一般人で、それほど多くの情報は公開されていません。大阪府出身の木下ほうかさんの家は父親、母親、姉の4人家族で、父親は一級建築士の一般人、母親はたびたび木下ほうかさんの SNS に出ていますが、芸能活動は行っておらず一般人です。姉もいますが、姉に関してはすでに結婚していて子供がいること以外は情報が明かされていませんでした。ちなみに木下ほうかさんの実家はお金持ちの家のようで、実家からは六甲山が見え、大阪平野を一望できるのだそうです。木下ほうかさんが韓国人であることを疑われているのにはいくつかの理由があります。一つ目は名前です。この疑惑がかけられたのは本名である木下ほうかの名前と漢字のようです。まず名字の木下ですが、これは朴正の在日韓国人などが通り名としてよく使用しているそうで、さらに名前の漢字ほうかは1990年に人名用漢字として採用されたもので、1964年生まれの木下ほうかさんは当時はこの漢字は役所では受理されなかったはずだと見られています。したがって1990年以降に日本に帰化し、この漢字で名付けたという見方があるようです。2つ目は寺島進さんの発言です。ゲーム PS4 版龍が如く極み2の制作発表会で、寺島進さんが発したステージに上がっている何人かは朝鮮人なんで、北朝鮮からミサイル飛ばさないように願っているだけでございますといった発言が木下ほうかさんのことを指しているのではないかと話題になっていました。ただもちろん木下ほうかさんの口からは在日韓国人とは言及されていません。3つ目は過去に李ほうかという名前を使っていたことです。木下ほうかさんは2000年に初主演で出演した映画「
スイングマンでプロデューサーとしてもクレジットされており、リホーカの名義を使用していた過去があります。さらに官報に帰化の記録がある芸能人と同じか似た名前の情報ブログによると、2011年に帰化した木下ほうかさんと同じ生年月日のリホーカさんという方の情報がありました。あまり多くの人には知られていませんが、これも木下ほうかさんが韓国人と言われる理由の一つになっています。和田アキ子、言わずと知れた芸能界の大御所和田アキ子さん。そんな和田アキ子さんも日本に帰化した在日韓国人でした。今では和田アキ子の名前で広く知られていますが、現在の本名は飯塚アキ子さん、過去にはキムポクジャさんという名前だったのだそうです。和田アキ子さんはお父さんがチェジュ島出身、お母さんが朝鮮半島出身の在日韓国人2世として、4人兄弟の長女として誕生すると、幼い頃から体が大きく、小学校6年生の時には身長が165センチもあったそうで、身長の高さを理由にいじめられることも多かったそうですが、学校でのいじめよりももっと恐ろしかったのが、大阪環状線鶴橋駅の近所にある自宅で柔道場を開いており、柔道の師範であった体重100キロを超える巨漢のお父さんの存在だったそうです。というのも和田アキ子さんは6歳の頃からお父さんに厳しく柔道の指導を受けていたのですが、男尊女卑の考えのお父さんは3人の弟には何もしなかったものの、女の子だった和田さんには礼儀作法に厳しく常に正座に敬語、少しでもお父さんの気に触るようなことを言ったりやったりすると容赦なく殴られたそうです。このように日本で厳格な父の下で育った和田アキ子さんはほとんどの時間を日本で過ごしており、韓国語の読み書きはできないそうです。2005年、和田アキ子さんは週刊文春にて在日韓国人であったことを告白しています。自分が在日韓国人であることを知ったのは、中学の時に区役所に行って戸籍謄本を見た時に初めて自分が在日2世であることを知ったのだとか。その和田アキ子さんは1971年7月23日に帰化しています。当時和田アキ子さんは21歳でした。もしかすると成人した時に帰化しようと思っていたのかもしれません。松田優作、1970年代からドラマ「太陽にほえろ」や「探偵物語」などで活躍したアクションスター俳優の松田優作さん。そんな松田優作さんも日本に帰化していた在日韓国人でした。松田優作さんの出身地である山口県は在日韓国人が多い地域として知られており、松田優作さんは山口県下関市で日本人の父親と韓国人の金子さんとの間に非着室子として生まれました。非着室子ということで、松田優作さんの両親は結婚しておらず、父親は長崎出身の保護司、非常勤国家公務員で当時39歳であり、故郷の長崎には妻子のいる身だったことから、金子さんは不倫相手でした。松田優作さんには異母兄弟と異父兄が2人おり、後者とは仲がとても良かったものの、成長するにつれて自身の生い立ちに気づき始めると、次第に孤独を抱えるようになっていきました。松田優作さんが生まれる前に父親は姿を消したため、母親金子さんは駄菓子屋やよろず屋をして生計を立てていましたが、それだけでは生活していけず、空いている2階の部屋を娼婦に貸して、その上がりの一部を部屋代として受け取っていました。松田優作さんは自宅が女郎屋で遊郭で育った生い立ちについては生前インタビューなどでも明けっぴろげに語っていましたが、自身が在日韓国人であることだけは墓まで持っていきました。当時は在日韓国人朝鮮人への差別がひどく、こうした羊の人はまともな仕事にはつけず、飲食店か風俗業界で働くしかなかったため、松田優作さんは生い立ちがバレてしまうと仕事を失い、それまで親しくしてくれていた人たちも去っていくと考えていたようです。そのため松田優作さんは松田美智子さんと同棲を始めても、自身が在日韓国人であることを固く伏せていました。しかし松田美智子さんは親族が松田優作さんの身辺調査をしたことから、
在日韓国人だと知りましたが、それでも関係を解消することなく結婚し、長女に恵まれました。しかしその後不倫によって離婚再婚しています。白龍シリーズ、極道の紋章シリーズなど様々な V シネマに出演している白龍さん、音楽活動も行っており、自身の名前を冠したバンド白龍バンドを結成しています。そんな白龍さんは帰化したかは分かっていませんが、韓国籍の在日韓国人でした。白龍さんの父親はスクラップ工場を経営しており、母親はラーメン屋を経営していたそうです。家族構成は父親、母親、弟、妹の5人家族です。白龍さんの戸籍名はチョン・ジョン・イルといい、日本名は高山定一といいます。白龍さんはすでに日本に帰化しています。現在では白龍さんは結婚しており、2人のお子さんとお孫さんもいらっしゃるようです。南果歩、数多くの作品に出演し、今なお人気のある女優南果歩さん。そんな南果歩さんも在日韓国人でした。南果歩さんが初めて韓国にゆかりがあることを明かしたのは、2007年1月11日に放送されたトーク番組スタジオパークからこんにちはだったようです。同番組でのカミングアウトにより、南果歩さんは在日韓国人3世だということが分かりました。当時玄関ブームが訪れていたという、時期的なものを見ても南果歩さんはあえて勇気を持って明かしたことが分かります。1980年代に紅白歌合戦に出場して話題を集めた韓国人歌手チョ・ヨンピルさんに始まる韓国人歌手人気は置いておいて、ネット社会になってから日本で初めて韓流ブームが起こったのは、2003年に放送された韓国ドラマ冬のソナタがきっかけでした。当時ヨン様こと俳優のペ・ヨンジュンさんが圧倒的な人気を主婦層を中心に獲得し、現在までに最も日本で有名な韓国人の筆頭に挙げられるほど社会現象を巻き起こしました。その後フジテレビや NHK が韓流ブームに乗って韓国ドラマを定期放送し始めましたが、韓国との歴史認識をめぐる問題などから嫌韓の動きが出始め、2005年より嫌韓ブームが起こりました。その直後である2007年に南果歩さんが在日韓国人3世だと明かしたことは勇気のいることでしたが、南果歩さんは在日韓国籍であることを告白し、韓国にゆかりがあることをオープンにしました。母親は韓国人でしたが、南果歩さんの父親は日本人である可能性が高く、建築会社の社長をしていたようです。南果歩さんには4人の姉がおり、5人姉妹の末っ子として育ちました。父親は建築会社を経営していたものの、急に倒産してしまい、ある日南果歩さんは住む家を失ったそうです。その後父親が他界、離婚とも言われるしたことから、南果歩さんは母親のチャンシクさんの女手一つで育てられました。他にも NHK のファミリーヒストリーでも南果歩さんの韓国でのルーツが詳しく取り上げられています。安田なるみ、トンネルズの木梨憲武さんの妻で女優や歌手として活躍した安田なるみさん。そんな安田なるみさんも日本に帰化している在日韓国人だと言われています。安田なるみさんの国籍については、安田なるみさんが自ら在日韓国人だと明かしたわけではありませんが、安田という名字を在日韓国人、朝鮮人が通り名として使うことが多いことから、漢方を調べた方がいたようで、その際に安田なるみさんと生年月日が一致する方がおり、パク・イルさん著書の僕たちのヒーローはみんな在日だったでは、韓国籍の在日コリアンである安田、本名チョン・ソン・ミと書いてあるそうです。この漢方の情報によれば、安田なるみさんの韓国名はチョン・ソン・ミとなります。これに付け加えて、安田なるみさんの父親が韓国民団の幹部だという噂もありますが、これは宝塚歌劇団のアラン・ケイさんと混同されて情報が流れてしまった可能性が高いようです。安田なるみさんが在日韓国人だと初めて世間に知れ渡ったのは、1994年にヒロイン役で出演した
NHK 連続テレビ小説春よ、来いを途中降板した際に、評論家の塩田丸雄さんが在日韓国人だと話したことからでした。ワイドショーに出演していた塩田丸雄さんは、朝ドラ春よ、来いのヒロインを務めていた安田成美さんが太平洋戦争を描いたシーンの後、体調不良を理由に途中降板したことに対して、安田さんは在日だから植民地の朝鮮で荒稼ぎする日本人の娘を演じたいわけがないと発言しています。この塩田丸雄さんの発言は不適切だとして批判が殺到し、以降塩田丸雄さんは表舞台から姿を消してしまいました。そして結局、安田成美さんの国籍に関して正確な情報は分かっていませんが、こういった出来事やその他の情報から安田成美さんは帰化した韓国人だと言われています。五木ひろし NHK 紅白歌合戦の常連で、通算出場回数歴代2位を誇る演歌界の大御所五木ひろしさん。そんな五木ひろしさんも日本に帰化した韓国人でした。五木ひろしさんの父親は韓国人の鉱山技師であり、五木ひろしさんの京都府での出生時の本名は李和夫でした。五木ひろしさんの母親は松山菊乃さんという名前で日本人だったことから、五木ひろしさんは日韓のハーフということになります。また五木ひろしさんの父方の祖父母は韓国人だと言われています。その後、五木ひろしさんは日本に帰化して通り名の松山和夫を名乗りました。そのため五木ひろしさんは元在日韓国人ということになり、帰化してから現在まで国籍は日本人ということになります。五木ひろしさんの父親は仕事の関係で家族を連れて各地を転々とし、京都に移り住んだ時に五木ひろしさんが生まれています。家族構成は姉をはじめ次女長男の4人兄弟でした。五木ひろしさんは幼稚園から小学校2年生までの3年間を三重県鳥羽市で過ごし、鳥羽市立加茂小学校に通っていました。その後、父親が鉱山技師を辞め、家族で福井県美浜町に移って建築用石材を扱う会社を立ち上げ、母親は農家をしていましたが、五木ひろしさんが小学校5年生の頃に父親が家を出て行ったため離婚し、朝から晩まで働き通しで女手一つで子供たちを育て上げたそうです。そのため五木ひろしさんは歌手として成功した後、母親に対して多くの恩返しをしたそうです。西城秀樹、新御三家として野口五郎さん、郷ひろみさんと共に昭和の大スターとして活躍した歌手の西城秀樹さん。西城秀樹さんの本名は木本達夫ですが、これは通り名であり、1975年12月10日の官報で韓国名リオツリューから帰化したという情報があるようです。西城秀樹さんの生年月日は1955年4月13日のため、官報の情報と一致しており、在日韓国人だったことは間違いないでしょう。西城秀樹さんの父親は多岐にわたる事業家で、飲食店、パチンコ店、不動産業、ビリヤード場、自動車のタイヤの卸会社などで成功していたため、実家はとても裕福でした。西城秀樹さんの父親や母親の名前などの詳細な情報は分かりませんが、おそらく第二次世界大戦の前後で日本に渡ってきた在日韓国人一世だったのではないかと言われています。当時、日本に渡ってきた在日韓国人、朝鮮人の中には、母国の特色を生かして当時日本にはなかった焼肉屋やホルモン焼き屋をはじめて生計を立てている人は多くいました。肉を焼いて食べるという文化は日本にも古来からありましたが、現代でいうところの焼肉の発祥は戦前戦後に韓国から持ち込まれたという説が根強いようです。また当時在日韓国人、朝鮮人はほとんどの人が日本語を話せず、ひどい差別の対象で制御にはつけなかったため、廃品回収業や飲食店、風俗業しか仕事がありませんでしたが、中には密造酒製造販売、パチンコ店などで成功して資産家になった人もいました。西城秀樹さんの父親もそうした成功者だったと思われます。その後、父親の影響で音楽を始め、
ご存知の通り、ブレイクを果たした西城秀樹さん、最終的にデビュー間もない時期に日本に帰化しています。矢沢永吉、キャロルなどのバンドやソロの活躍によって言わずと知れた日本のスーパースターになったロックミュージシャン矢沢永吉さん。矢沢永吉さんも韓国人疑惑のある方の一人です。矢沢永吉さんにはかねてから韓国人ではないかという噂があります。これは矢沢永吉さんは在日韓国人で、本名はチョヨンギルというもので、官報にも1978年6月8日に帰化して日本国籍を取得したと記載があると言われています。実際に官報のものと思われる画像も出回っていますが、矢沢永吉さんがもともと韓国籍で後に帰化したという情報はデマの可能性が高いとされています。前述した矢沢永吉さんが帰化した情報が載っているとされる官報の画像には、1978年に日本国籍を取得したとありますが、矢沢永吉さんはその4年前の1974年に仕事でパリに行っています。もし当時在日韓国人であれば、航空券の予約は朝鮮名である必要があり、さらに外国人登録証を携帯しなければなりません。にもかかわらず、矢沢永吉さんはこの時日本人として普通にパスポートを取得してパリに飛んだことが分かっているため、そもそも1978年に帰化したという情報が間違っていることが分かっています。このためファンの間では官報の画像は捏造だと言われています。また矢沢永吉さんがかつて在籍していたバンドキャロルのメンバージョニー大倉さんが在日だったために、矢沢永吉さんにも在日韓国人説が浮上したと考えられています。他にも矢沢永吉さんの国籍が韓国ではないことを証明するエピソードは多々あり、その一つがバイクの運転免許証です。運転免許証は在日韓国人であれば朝鮮名と朝鮮籍が記載されますが、高校時代からバイクに乗っている矢沢永吉さんの当時の免許証は日本国籍です。以下は20歳以上の成人にしか認められていないため、高校時代の免許証が日本国籍というのが最も確たる証拠であると言われています。矢沢永吉さんの免許証は写真集などで公開されているほか、赤坂にあるオフィシャルショップダイヤモンドムーンでも展示されています。張本勲、NPB 唯一の通算3000安打達成者で、他にも NPB 唯一の500本塁打300盗塁、史上最長の9年連続を含む16度の3割達成、そして最多タイの7度の首位打者など、今なお NPB の歴史に三千と輝く歴史を作った名選手張本勲さん。この張本勲さんは日本ではなく韓国籍だと言われています。張本勲さんは父親と母親が在日韓国人で、日本生まれ日本育ち、 NPB で活躍し続けたものの帰化せず韓国籍のままです。それは日本に渡ってきて死ぬまで日本語を覚えようとしなかったお母さんの影響を受けているからだそうで、張本勲さんは幼少期の韓国人差別のひどい時代から在日韓国人であることを隠さずにオープンにしてきたそうです。ですが帰化について悩んだこともありました。それは東映フライヤーズに入団する際で、当時の野球協約では各チームの外国人枠は3人で、韓国籍の張本勲さんが入ると4人になってしまうことから、東映フライヤーズの社長で球団オーナーである大川博さんから帰化を勧められた時だったそうです。ただ家族に相談すると、母親からとんでもない、母国を売るくらいなら野球をやめなさいと怒られたのだそうです。結局その話を大川博さんにしたところ、大川さんは協約の改定を連盟に進言してくれたそうで、1959年2月には1945年昭和20年以前に日本で生まれた者は日本人とみなすという趣旨のみなし協定ができ、張本勲さんは帰化せずとも日本人選手とみなされてプロ野球人生をスタートさせることができました。ですが韓国籍ということで野球選手としてプレーしていく上で様々な不利なことがついて回ったといい、将来自分の子供に国籍の問題で
苦しみを体験させたくないという気持ちから、日本で暮らしていく以上はやはり日本国籍を取った方がいいのではないかと、しばしば帰化を考えたそうです。いかがでしたか？今回は日本に帰化または韓国に関係のある芸能人についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。